と、まあ、ギフトでのね1位もう全部1位を取りたいぞっていう気持ちでいますので、皆さんぜひぜひご協力お願いします。ということでね、カラオケ配信します。今日は歌いたい。もうなんかね、開放感にあふれてるから今私は開放感に満ちあふれてるからね今私はね。うん、ハイビスカスありがとうございます。夏だね、ハイビスカス。こんばんは。ぜひ皆さんご協力お願いします。本気で本気で目指してます。お久しぶり、イエイ。ということで開始。こんばんは。イベント協力ぜひお願いします。わ、読み込み悪。あ、大丈夫だった。今日ね、これなんかインスタでこの歌ちょうど使われてて、はい、ですかさ、ありがとうございます。ペンギンもありがとうございます。こちらもぜひ協力お願いします。定められたよ、小さだって。昨日よりも今日を、今日よりあかな僕に日本語大丈夫そう。私幸せになれる
だって続けん、いつまでも当たり前じゃない、奇跡のような幸せの連鎖。ギフトもありがとうございます。皆さんぜひご協力お願いします。なんか今回のイベントはでランキングが出るのはハイビスカス咲いたっていうギフトと、あと波乗りペンギンなんだっけちょっと待って、配信イベント、イベント、こんばんは、波乗りペンギンやってますでね、ランキングが出ます。全部でね1位取れたらいいなと、いいなもそうなんですけど、取りたいという気持ち、強い気持ちを持ってイベントやろ、やっていくので、ぜひ皆さんご協力お願いします。今ねちょっとやっぱり私のねスタートが、まあイベントしながら、間違えて仕事終わってからのスタートだったので、ちょっと差ができてるんですけど、すっごい長い髪の毛出てるんですけど、ああもう本当になんて素晴らしき世界で、今日もまた己の醜悪さに惑うなのに、人を好きって思う気持ちだけは前にあるから、もだえてるんでしょう。愛に正直言って私の顔は、そう神様が左手で描いたみたい、いつだこの世にあるラブソングはどれ一つ、絶対私向けなんかじゃないでしょう。使い道ない口づけ、哀れみを欲しいままに、スパンコールの傘歌で身を守る、愛されないくらいなんだ。キラキラ輝いて私は夜を飲み、ラップタップタップタップ、今に見てろこのラブ、目にしみる1ミリグラムの花火、ドラッグオンドラッグオン、なんて神この世はビザギラ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 お客様も存ぜぬうちに、健やかに狂っていたみたい、それは世界の方か、それとも私の方ですか、強制は鼻から無理でしょう。まがいものこそ悲しけれ、無我夢中
走る走る強いさあ裏方洗い流す前に蛍光色のあざ抱いてメラメラ火を吹いて私は夜の神ラップ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 そこで見てのこのラップ強くおなりあなたなりのメイクアップでラップアップラップアップ不意にファニー孤独はガソリン卑屈な街を行く目を閉じてもう一回もう一回もしも神様が左利きならどんなに幸せか知れない キラキラ輝いて私は夜を飲みラップ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 今に見てのこのラップ目にしみるの1ミリグラムの花火ドラッゴンドラッゴンなんてファニーこの世はビーツキラ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 花は満ちてありのままじゃいられない誰も誰もなんて素晴らしき世界だキラついてこはいありがとうございますギフトもありがとうございますんー何歌おうねうーん結構歌ってるのとあとはあれだねなんかない曲が意外とあるっていう感じかあたりベンジー
撃のパンチを振り出すくらいじゃなきゃお前の隣には立てないから。相手が何であれ日和らない、何度のされても諦めない、忘れるな忘れるなと言い聞かせ続けたのに。この前言ってた、ちょっと言ってくれてた人が見てるか見てくれてるかちょっと分かんないけど、一番しかね歌えないんですけど、9位になった、ありがとうございます。本当だ、ありがとう。曲ね結構あるんですけど、
てありがとうございます。二人の間通り過ぎた風はどこから寂しさを運んできたの。泣いたりしたその後の空はやけに透き通っていたりしたんだ。こんばんは。いつもは尖ってた父の言葉が今日は温かく感じました。優しさも笑顔も夢の語り方も知らなくて全部君を真似たよ。もう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけでいい、少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけくっついていようか。僕らタイムフライヤー、時を駆け上がるクライマー、時のかくれんぼはぐれっこはもう嫌なんだ。嬉しくて泣くのは、悲しくて笑うのは、君の心が君を追い越したんだよ。はい、ありがとうございます。手に入れたおもちゃも部屋の隅っこに今転がってる。叶えたい夢も今日で100個できたよ。たった一つといつか交換しよう。あの子に今日は放課後また明日と声をかけた。慣れないこともたまにならいいね。特にあなたが隣にいたら、もう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけでいい、少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけくっついていようよ。僕らタイムフライヤー、君を知っていたんだ。僕が僕の名前を覚えるよりずっと前にも何かの意味はきっとあって、でも君のいない世界など夏休みのない8月の夜、君のいない世界など笑うことないサンタの夜、君のいない世界など
今から行くよ。僕らタイムフライヤー時を駆け上がるクライマー時のかくれんぼはぐるえはもういいよ。君は派手なクライヤー、その涙止めてみたいな。だけど君は拒んだ。こぼれるままの涙を見てわかった。嬉しくて泣くのは、悲しくて笑うのは、僕の心が僕を追い越したんだよ。最後の最後でいろ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 ね、裏返ったりなんかしたんですけど、ハイビスカスも波乗りペンギンも1位目指してます。ぜひご協力お願いします。何歌おっかな。今何歌ってたっけ私急に消えたよ記憶から。あ、なんでもないや、なんでもないやはあれですよ、もともとラッドウィンプスさんの曲なんだけど、そう、君の名はの曲ですかね。私も君の名はちょっと見てないんでいまいちわかんないんですけど、多分そうだと思います。迷ってた真っ暗狭い部屋、僕らはあがいてた光さす方、不安やしがらみは大きく膨らんで襲いかかる。逃げ場はない、差し伸べる手も嫌と言うほどに繰り返して、それでもまだまだ与えるのか試練の日々よ。諦めない強さならそれなりに平等だけど、振り絞ったよ今にもダメになりそう。そんな時ふと見上げた先駆者たちの言葉には同じ香り感じたんだ。今から晴れるよは天気の子だと思います。君の名はなんだ、ちょっとわかんないや。僕らは夢を見たさまざま思い思い、僕らはかけてみたお互いに全て、勝率や現実時には振り払って、悔やめばいい途中経過さ、夢中で息荒く走り続け、気づけば無数の仲間たちに支えられながら、明日が見えないのならその方角は間違いさ。一呼吸置いてゼロからの近道、ああ、二
とでも複雑に絡まる前にどうか一度店においで。諦めない強さならそれなりに平等だけど振り絞ったよ今にもダメになりそう。そんな時ふと見上げた先駆者たちの言葉には頼らない歌うよ。明日が見えないのならその方角は間違いさ。一呼吸を置いてゼロからの近道。簡単じゃないことでも複雑に絡まる前にどうか一度店においで。こんばんは、みなさんこんばんは、ひろのひかるです。イベント協力ぜひお願いします。キラリ蝶が飛んでた砂ぼこりが大地に舞う遥か彼方それでも空に憧れた。睨めど星は落ちない、どうやって捕まえようこの場所から。歌い方がね、あの声太くてめっちゃ好きなんです。遠ざかる群青の下で平等が罠を張る、部屋に針が落ちる。影と日差し交わりエントロピーが満ちてく制限的自由の中で君はどう生きるのかって問われたみたいだ。ステップバイステップ少しずつ掴み取るんだ光を。変化は怖くない進化を遂げよう。這い上がる何度でも空はいつでも待ってる。僕らは地球って部屋を歩く旅人。だから出てない気する。迫り来る嘘の音、不安定な欺き、逃げようとは思わない。思い出を積み上げて色濃くなる質音、差し伸べるから掴んで。世界は君だけじゃない、共に戦うよ。 Day by day 見つかった居場所の中で確かに、あ、出た。
結びついてく絆があるから、巨像たち崩れてく本当の力むき出す僕らは、行くべき空に近づいている。綺麗に出したい、悔しい。蝶が花に問う今の場所で満足かい、空を背にして美しく嘲笑ってた。大地を蹴り蝶に続く僕らは今飛び立つ。ステップバイステップ少しずつ掴み取るんだ光を。変化は怖くない進化を遂げよう。這い上がる何度でも、空はいつでも待ってる。一人じゃ開けない扉の前、君と一緒ならば自由になれる。無理やりすぎる。はい、ありがとうございます。今のちょっとイベントのねランキングをちょっと確認します。今波乗りペンギンが10位、アイビスカス咲いたが4位、全体で7位ですかね。ぜひ皆さんご協力お願いします。衝動があって嘘パチに飛んで、僕と君とが主人公ラブソング。強気
気で責められたんだ。仲間うちの笑い話ではもんもんとしてんだぜ。自分の部屋いつだって本当は弱気なビーチマイン。気のあるそぶりかただの思い込みか、バレてんだあの子には。頑張れ男の子、このままじゃ35連敗。君だけの僕はゴーツガイ。変幻自在のマジカルスター、偉大なるマンネリだっていいじゃない。認めろ青さを、まだ道の恋ならば全部あげるぜ君に誓う。だんだん響いてるそれっぽい予感してもらうアイデンティティ。Midnight の Radio DJ はこう言ったぜ。ファスナーみんな覚えてんだろう。甘いセリフは自己満足気味で、心のやばい部分見せてよ女の子。僕はまだ精一杯なんだ。だから急いでしまうけど、手垢で汚したくはない。真っ白なこの青春は愛しちゃったんだ。ありえたい二人、伝えたいなら今でいいじゃない。教えてくれよ散らすだけのキューピッド。僕は歌うぜ君のため。福井ありがとうございます。優しさは嘘かもしれないが、衝動があって嘘っぱちに飲んで、二人のラブソング変幻自在のマジカルスター。偉大なるマンネリだっていいじゃない。認めろ青さを、まだ道の恋ならば全部あげるぜ僕は歌うぜ君に誓う。ありがとうございます。ということでね、カラオケ配信終わります。マイク抜きますね。ありがとうございます。で30分くらいまでやるんで、11時半はいまでやるんで、まあのんびりなんかいろいろしながら、いろ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 って言うほどすることもないんですけど、いろいろしながら、
結構疲れたんじゃない？まあ忙しかったからね、バタバタしてた。盆休み、いやでもね、でもね、いやでもね、違うんですよ、申し訳ないんですよ、そう申し訳ないんですよ。なんかね、やっぱりさ、ずっとさ週4週5くらいで入ってるお仕事の方はもうめっちゃ慣れたの、もうやることも決まってるし、大体、まあ、そっちの方がまあバタバタしてすることは多いんだけど、そう、まあ慣れたし、もうそんだけ言ってるからさ覚えるのよちゃんと。なんだけどさ、まあ、基本的にもう一つの方は週2なの、まあ、週1の時もある。基本的に土日とかに入ることが多くて、そうでね、まださそんだけしか入んないしさ、なんか内容なんとなく覚えきれてなくて、やり方とか、まあ、なんか周りの人が優しいからさ教えてくれるし、なんか全然私がねそのやらなくてもパッて他の人がやってくれたりもするから、その今のところ大丈夫なんだけど、なんかその、まあ、今日とかさ忙しいじゃん、めちゃめちゃお盆なんか、そうでバタバタしてる中で私が「分かんない分かんない」ってなった時に申し訳ないと思って待ったんですよ今日。だからそれが。そういう時にね、力になれないのがね、すごく申し訳ないなっていうお話でした。そう、でもそれでもさ、もう2ヶ月くらいいるんだよ。その中で、あんまりなんか、できてないなっていうのが悲しいというか、迷惑かけてるなっていうのがね、寂しいというかしんどいね。だっている意味ないじゃん。そう、その迷惑かけてばっかりでさ、私いなくてもまあとりあえずなんとかなってるっていうのはさ、私いる意味なくない？だからもっとさ周りの人がさ楽になるような感じのさ風にできたらいいなと思って。いやまあ新人だよ、新人だけど、私だってもう一つの方も2ヶ月で普通にやってたもん。だからなんでこんなにもジャンルが違うと覚えられないんだと思って。そう、悲しくなる、だんだんごめんなさいってなる。今日ね、だからそれを一人で反省会してたな、はあ、と思ってそう、なんかやらかすとね、私脳内で一人反省会始まるから。ピックなるね。ね、まあそんなこと言ってないで元気出して頑張ろう。歌歌って開放感に満ち溢れてるはずだから。明日着る服でも考えて
こもそう優しい優しさは嘘かもしれないが待って休みだよ。まあ休みっぽくないんでなんか休みって感じしてないですけど、はい、お墓参り行ってきます。お仕事って難しいね本当に。だんだん働く自信なくなってくもん。好きなことやって生きていきたいねやっぱり本当に。まあなかなかそういう風にはいかないけど、好きなことしてお金稼げたらいいのに。もう足もムチムチだし、やだ。こんなに筋トレ頑張ってるのに足もムチムチだし、仕事もなんかモチベ上がんないし、髪の毛染めたいし、何もしたくないし、やだよもう。今ね本当にねふと見た太ももが想像以上にムチムチだった。やば。彼の理想はどんなライフスタイル？誰にも怒られない、自由に働けるもう絶対ダメだよ私。だから向いてないんだって社会に。私もうこんなって言ってる時点で向いてない、働くのに。理想だけ言ったらそうだよ。そうだから、そう私最近ね、もう個人経営じゃないと生きていけないんじゃないかなって思ってる。仕事できないと思ってる。そうって考えた本当に最近。あ、もうなんか個人で飲食店かなんかやろっかなと思ってそうそうそう、飲食店かなんか、うん、なんかちっちゃい、うん、ちっちゃめのお店でさ、なんかのんびり気ままにやりたいなって。自営業がいいなって思った。そしたらさ、別に正直ミスしようがさ、結局自分のミスで自分に降りかかってくるもんだから、もう仕方ないってなるじゃん。そう、やっぱアイドル向いてた。まあそうね。だからその私のやり、職種としては合ってたよ。そう、向いてるっていうより合ってた。でも向いてはなかったね私のメンタル的に。そう、自営業は自営業で大変ですよね。そうなんだよ。でもそれよりなんかその集団の中で何かをするっていうのは私はとてつもなく苦手です。その AKB はさ、結局さ、なんか間違えてもさ、それはもう個人の問題じゃん。もう練習してきてねってなるからさ、もうそこで終わるんだよ。でも今のやっぱり働いてる職場とかも、私がミスとかをすることによって大きな損害が出る可能性もあるわけなんですよね。そう、そういうのが無理、苦手、怖い。それなら自分で営業して、私がやったことで自分が損害受けた方が良くないですかっていう風になっちゃう、どうしても。まあその甘くないよ、甘くないし、でも結局そのやらかしたことは全部自分の責任です。自分のお店にかかるわけだから、それそっちの方が気持ち的には楽だなと思って。
きな損害になる可能性もあるんですよ本当に。って考えると不安になって寝れなくなる。あれしたっけ、今日これしてきたっけそう不安になって。だからこの前さ、そういうことがあったじゃん。なんかもう あれしてきた、なんかやらなきゃいけないことを忘れてきたかもみたいな、本当にやばいって言ってたじゃん。ああいうことなんですよ本当に。ああいう風になるから、もう最近なんかあの絶対帰りチェックしなきゃいけないことを書き出したの、メモに。そうで絶対確認して出てくるように してる。目の仕事は個人経営じゃないの。ああ、個人経営、まあフリーランスでもいけますね多分。まあ、どこまでそれで仕事入るかは分かんないけど、一応フリーランスの人もいると思います。こんばんは。あとは私はやっぱりなんだろう、周りの人の顔色とか表情、喋り方、行動で結構怖くなっちゃうんですよ。どうしても不安になる。あ、もしかしたら私がやったことに対してそういう風になっちゃったのかもとか。そう、私がこういうことをやったから、あ、今すごい怒ってるのかもしれない。でめっちゃ不安になるし、もうドキ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 するし、そういうのも苦手だからダメなんです。だから私が多分一番上っていう立場じゃないと安心はできない。多分その誰かが上にいてその人の顔色を見なきゃいけない。もちろんさ、いろんな人がいるじゃん。例えば全部顔に出る人、もう機嫌悪い時、機嫌いい時、喜怒哀楽全部顔に出る人っているじゃん。まあ私もね、出やすい人なんだけど、そこに関して何も言えないけどでも機嫌悪い時にすごい出てるっていうの、顔に出るっていうのが私一番苦手なんですね。言葉、行動、態度に出る人が一番苦手なんです、私。そうだからそれを上の人、あの目上の人にされると、私はあの仕事どころじゃないって言ってもいいくらい気になっちゃうんですよ。そうだからそう向いてない向いてない仕事っていう結果に至るんです、私は。どうしよう。でも共感してくれる人結構いるんじゃないですか。じゃあ本当に、でも本当に、あ、もう仕事行けないってなるレベルで無理です。仕事はもう怖くていけませんってなるくらいにはもう結構トラウマというか苦手というか。だからまあね、なんかこんなこと言ってるのに考え甘えなっていう人も絶対いるとは思うんだけど、私はまあできることならばなんかあんまりそういう風に思わない自分がね、なんか楽な気持ちでできる仕事がいいなと思って。いつ、私ね、いつは出ないんだけど、なんかなんて言うんだろう、なんか体調に出るっていうよりも本当に涙が出る。あ、もう無理、もう仕事行けない、もう無理ってなるタイプ。そう、あ、もう一緒にいれない、同じ空間にいることがもう無理ですってなるタイプ。警備時代怒られて、怒られましたよそりゃ。怒られました。嫌な怒られ方もしました。なんか分かんない、こっちに火がある時はもう仕方ないと思う。それはもうすいませんでしただよ。それは本当にそうなんだけど、
でもなんか明らかにその怒り方違うんじゃないっていう時もあるじゃん。そういう風に言われるのは違うと思うっていうこともあったから、それはなんか嫌だったね。10万ポイントいってありがとうございます。今200万ポイント目指してるのか、ぜひ協力お願いします。200万ポイントで1位を目指してます。そう、理不尽に怒ってくる人とかね、なんか、うん、苦手、本当に怖い。だからさ、この前さ、ちょっと仕事でさ、いろいろあったわけ。いろいろあったって別に怒られたわけでもないし、なんかその嫌なこと言われたとかではないんだけど、なんかその日メンタルボロボロだったのよ。ボロボロで、あ、もう無理だってなって、でもそこでミスしたの。そう、ミスした瞬間、あ、もう私は今日本当にもう無理だと思って、仕事場でこう大号泣し、そう、なんかバックヤードの、まあなんかちょっと上の方か2階上がるところがあって、誰もあんまり来ないからそこで大号泣をし、そうで、まあいろいろすいませんでしたっていう連絡を取り、で帰りもマミーに迎えに来てもらって号泣しながら帰るってダメな日はとことんダメですね、本当に。そう、本当はだからそう、スルースキル、まあこの人はもうこの人だ、こんな人なんだ、じゃあ近づかないようにしよう、必要最低限しか関わらないっていう風に割り切れたらね、一番いいよね。私はそれが苦手だからあれなんだけど、本当に仕事場で申し訳ない、本当にめっちゃ号泣してたわ一人。 その日ダメだった、全部が無理だった。もうその瞬間、もう私はもう仕事できないと思った。このね、一つミスしたくらいでメソ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 、あー、なんか怒られるかもしれないって怖がってさ別にね、そんななんか本気で怒ってくる人いないんですよ、私の職場の人今のところ。怒られたことはないです。そう、でもなんかそんなんで一個一個ね、なんかもうね、なんかね、もうダメだダメだって泣いて、だからもう本当に働きたくないってマミ言った。私はもう多分もうあのこういう仕事向かないから、働きたくない、働けないよ私っていう話をね、しながら帰った。っていう話をしました。まあ、でも頑張ります。今はね、頑張らなきゃいけない時期なので、夢叶えるために少しでも働いて貯金してしなきゃいけない、頑張らなきゃいけないので頑張ります。誰も私に期待なんてしてないので、やるだけだと言い聞かせて働いてます。いや、本当にいつも頑張ってるんだね、偉いです。本当にそうだね、私もちょっとそのスタンスで頑張ってみるね。もう誰も私なんかに期待してないから、もう別にやらかしたところで何も変わらんくらいの気持ちでいけるように頑張る。なんか言ったところで別にもうなんか私なんかもうね、もう嫌だったらやめようっていう気持ちでいくね。嫌だった、本当にもう無理だってやめよう。もうやめるんならもうね、何やってももうやめますしかないからさ、仕方ないっていう気持ちでね、こう頑張ろう。
でもやっぱり人間関係って難しいよね。人間関係そう、職場ですごい優しい人いっぱいだけどこうやって悩むもんそう、すごい悩む。人間関係ってやってほしい。それな、本当にそうだよ。いつも頑張ってるね、人間関係ね、いつもの人付き合い頑張ってるね。こんばんは。あ、イベントやってるんだ。はい、やってます。ぜひ協力お願いします。ハイビスカスサイタと波乗りペンギンを集めております。人生は難しい。人生楽あ略もあるさ世の中にはいろんな人がいるね。いろんな考え方があって、いろんな人がいて、なんかそれと思うと不思議だなと思う。一応さ、同じ人間っていうのは変わんないけどさ、そう、それでもなんかやっぱりそれぞれね、いろんなね、なんか考え方があるんだな、個性だなって思うよね。お腹空いてきちゃったよ、もう。元 AKB は知られてないです。あ、数人知ってる、数人知ってるけど言ってないんで、もう一回見とこう。もういいよ。人生楽あ略もあるさ。低いな、ちょっと待って、水戸黄門の歌詞調べるから、ちょっと待って。涙の後には虹も出る、歩いて行くんだ。ちょっと待って、でも忘れたな。しっかりとやっけ、ちょっと忘れたわ音。私さ、小学1年生の頃めっちゃ見てたんだよ。水戸黄門大好きだった。そう、もう水戸黄門の時間楽しみにしてたもん。なんか7時くらいにしてたのかな、7時8時とかになくらいにしてて、水戸黄門。そう、おばあちゃんと一緒に見てたよ。昔ね、すごいおばあちゃん子だったんで、この門どころが目に入らぬかー言ってた。来たよ来たよ来たよ。スケさん派ですか、角さん派ですか。私スケさん派でした。確かスケさんだった気がする。あとなんかね、女の人いたじゃん、
くのいちみたいな女の人、あの人好きだった。私ちょっとなんかね、もう小1の頃だし、その頃なんて名前なんか気にしてなかったからさ、なんとなくこのお姉さん好きって思ってたんだけど、お目目が開かなくなってきました。お眠の時間だ。彼の時代ユミカオルさん、ちょっとわかんない、わかんないけど、なんかそんな好きだったんですよ。懐かしいな、見てたな。そうそうそう、ユミカオルさん、そうそうそう、この方です、この方、この方ですよ。25年出てんだって。こんばんは。すごいな。25年2011年、86年、何年だ、80何年か、まあそうね、私がだから本当に小学校の時もね出てましたね。すごっ。感じですね、水戸黄門さんは。私何見てたんだろう、水戸黄門。他にもなんかいろいろ見てたんだよ。私のあの年を取った時の理想が第一真央さん、これ話したことある気がする。第一真央さんがめちゃめちゃ好きで、めっちゃかっこいいじゃないですか。私あんな風になりたいんですよ。そう、年取ったら私の理想ですね。めっちゃかっこいい、綺麗で、バレンボー将軍はね知らない、全然知らない。私ババがね好きで、なんか撮ってって言ってたけど、
一万音さんは本当にかっこいい。なんか彼岸花、彼岸花っていうドラマの時確か出てたんですよ。彼岸花警視庁捜査の中、2016年のねドラマですね。私これ見てたんですけど、その時に見て本当にかっこいいこの人と思って、そこからね本当にめっちゃ好き。今だとね、そこに愛はあるんか言ってますからね。本当にかっこよくなりたい。かっこよくなるためにまず私絶対姿勢直さなきゃ。姿勢が超絶悪い。でもさ、もう仕方ないんで痛いんだよ。肩とか首が痛いんだよ、これするとこの体勢。しっかりいい姿勢にすると。そう、痛いの、このあたりがもうダメだ。ピシッとし、あの姿勢正して綺麗にね歩いたらね、もうかっこいいんですけどね。それだけでなんか見栄えが違いますから、やっぱり。私ね、巻き肩の猫背なんでね、いつもね姿勢が悪いと言われてきました。アナティ、今日施設年齢についての講習来ました。あら、タイムリー。本当にもう姿勢はね、なんかいいだけ、いいのはメリットしかない。姿勢良くして悪くなることなんてないから。多分私のね背中の正常位置ここなの。普段ねこうだから。すごくない、このこうだよ。ここで。元のに戻すよ前出てきたなってならん、とにかくちょっと後ろ。姿勢矯正通いたいもん。姿勢矯正なんかクリニック的な。姿勢矯正と小顔矯正。ウォーキング始めたらなんか良くなった気がする。あ、そうなんですよ。なんか私も言われるのは、なんかそのダイエット頑張ってちょっと痩せると姿勢良くなったねって言われる。なんかそう、意識的な違いなんだろうな。そう、いいことですよ、姿勢。でも痛いので無理です、今。巻き肩直さなきゃさ。半分寝てたんですが、猫背は10歳老けて見えるそうです。あれ、ってことは私今30歳かもしれない。30歳に見えてたんだね。あれ、目から汗が。
講師の方ですよね。いやもうほんと否定できん。だって今日さ、なんかさ、まあ、やっぱりなんかいろんなとこ歩くときにさ、鏡っぽいところってあるじゃん。やっぱガラス張りになっててもさ、そう、なんかやっぱり見えるじゃん自分の姿って。なんか映るじゃん、そういう時見た時にさ、私めっちゃなんだもん、丸まってんなって思うよ。でもね、治んないです、全然治んない。治さなきゃなと思いつつさ、なんか痛いしなってなって、めんどくさくて。ピエン、あ、また古いの使ってた。やっぱり私30歳かもしれない。ピエン使わないもんだって今の子。古いんだってやっぱり私ちょっとか。お腹すいた、お腹すいたっすね。もういいね、ちょっとね。お風呂入るのめんどくさ、入るけどめんどくさ、入りたくない入りたくない、めんどくさ、めんどくさ。お風呂ってなんでこんなめんどくさいんだろう。普段はさ、何もない時はさ、すっごいさ、お風呂、よし、お風呂入ろうっていうな、ちょっとさ、半身浴しようっていう気持ちでね、いるんだけどさ、その夜になった瞬間入りたくなくなる夜中になった瞬間、うわーめんどくさ、うわ動きたくない、眠いしってなる。そう、でも入りますよ、風呂は入りますよ、それに汗かいてね。帰ってきたんで、お酒ね飲みたいわ今日。本当はお酒飲もうと思ってたんだけど、いいや。ハイビスカスにありがとう、皆さんありがとうございます。ペンギンも1位目指してるので、引き続き皆さんお願いします。そう、シードル買ったんだよね。シードル、シードルとこの前ジン買ってきて、トニックウォーターも買ってきたので、そうだからシードルかジントニックか飲みたい。シードル美味しいね。ギフトありがとうございます。ペンギンありがとうございます。すごい、この波乗りペンギンはなんかヨットに寄っかかってんのか。ペンギンありがとう、かわいい、進んでる進んでる進んでた進んでた、画面上進んでた。ハイビスカスもありがとうございます。ありがとうみんな。かわいい、スイーって言ったよ。走れペンギン、そこに立って、恋を手にするのは一等賞だけ、センターを目指すんだ。踊れるよ私。走れペンギン、そこにいてもんダメじゃないか、好きなんだろ、走れペンギン動かなくちゃ、
始まらない前に出ろよ、走れペンギン、そこに立って、恋を手にするのは一等賞だけ、センターを目指すんだね。振りも覚えてる。これね、めっちゃやったよね一時期。私 3,4 回踊った気がする。タタ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 タ。あ、違うな、なんだっけ、感想が分かんない。あ、ちょっと分かんなくなっちゃった感想が。サビは踊れる。っていうか A メロ B メロも踊れる。うん。ぜひペンギンさんもお願いいたします。涙のペンギン、バイバイ。またしよう、じゃ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 。なったな。リフトありがとうございます。あ、明日ね6時半かな、配信くらいから、6時半から7時のどっかに始めます。はい、まあ6時半にやる可能性が一番高いので、はい、1時間ほどですが配信しますので、ぜひ皆さん見に来ていただけると嬉しいです。お願いします。朝配信です。お、30分ありがとうございます。ということでね、ランキングいきます。13位、ミラクール。32、桜のお友達。31位、自衛隊くんさん。お、ペンギン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 、おー、ペンギン10個ありがとうございます。すごい XX ありがとう。ペンギンタワーありがとう。すごい、めっちゃね今面白かったよ。すごいなんかランキング見てたらさ、すごいペンギンがめちゃめちゃ走ってくの、そこからありがとう。ちょっとランキング戻りますね。13位ミラクール、32桜のお友達、31自衛隊くんさん、10位虹色の空さん、9位カイミンさん、8位サトちゃん、7位ユーボーさん、6位カイさん、5位カボちゃん、4位ところてんさん、3位鉄道のエイトさん、2位ケンケンケンさん、1位ユータさんです。ありがとうございます。ユフトいきます。だから僕は悪になるさん、ランタンさんかな、違ったらごめんね、ランタンさんだと思います。ありがとう。はい、鎌倉殿様さん、ゆうたさん、ななたさん、けんけんけんさん、ところてんさん、桜のお友達さん、ごっちんさん、アイスカフェさん、虹色の空さん、うっきゃんさん、たかとらさんかな、カイミンさん、紫芋さんです。ありがとうございます。はい、皆さんありがとうございます。そしたらね、本日も本当に一日お疲れ様でした。また
明日の朝配信しますので、お時間ある方はぜひ見に来ていただけたら嬉しいです。イベントも頑張って頑張ってますので、ぜひ協力お願いします。呼ばれてない、嘘、呼んだよ。ズドナイトさん、カボちゃん、ありがとうございます。まあね、全然何回でも呼ぶんですけど何回でも呼ぶんですけど、ゆうぼうちゃんゆうぼうちゃん、ありがとう。ということで、皆さん本当にありがとうございます。また明日もイベントよろしくお願いします。ということで、本日は一日お疲れ様でした。皆さんもね、ゆっくり休んでください。それではまた明日お会いしましょう。おやすみ。いいんだよ、読んでほしい時は言ってね、呼ばれてないよって言ってね。私もなんか呼んだつもりでいるだけかもしれないから。おやすみ。またね、ありがとう。